ちょっと待ちよ。真っ暗、ちょい待ち、ちょい待ち。長野いいなぁ、和骨暗い。暗い？和骨。これでよし。電波状況は、上がれ、上がれ、上がれ。あ、当たった、よしよし。バッチリだ。バッチリですよね、バッチリですよね。大河原峠先月行きました。おう、大河原峠。確か10年ぶりです。意外と近かったですね、三笹湖。もうちょっと1時間ぐらい先かと思ってました。おはようございます。で、ここ過ぎるともう、電波は全然峠向こうまでないので。よし。じゃあこれからですね、料理配信と言えるかどうかわからないようなことやりますから。いつも通り。で、さっき途中でズッキーニとか、無人野菜販売でズッキーニとか売ってたんで、それを買ってきたんで、今から輪切りにして炒めたりします。ペヤング、で、ちょっと待ってください。カメラ位置、これカメラをバッチリ見えます。バッチリですかね。カメラの遠さはちょっと遠すぎるかな、もうちょっと近くかな。これの自転車の荷台の上に置いてやろうとしてるんで。草ですか、草。よっと、もうちょい、ここぐらいかな。大人気コーナー来た。大人気コーナー、変人的な、なんていうのかな、変人的なじゃないや。昨日ですね。昨日ですね。どこに置いたらいい？ちょっと待ってください。どこだといいかな、これ。ヒート。ヒートって榴弾？榴弾？ちょっと待って、これ、うまく固定できないな。自転車が思ったよりも、しっかりスタンドで固定できてない。よっと。おお、危ない危ない危ない。自転車が倒れる。こうすりゃいいか。これでいいか。これで、アングル的には、こんなもんですかね。これでいいか。じゃあこれで、マイクとか遠くなるんで、音量を上げてもらった方がいいかもしれません。そのサドルに差して走るんですね、わかります。どこだ、中心、こうか、こうか、これでよし。じゃあマイク遠くなります。よいしょ。で、読み上げをこっちでも、まあ聞こえるかな。よいしょ。おっとおっとのゴミ捨ててたやつは死ねばいいと思う。よりもバランス悪い。和骨です。いらっしゃいませ。動くとドップラー効果で電波がプトプト、池に落ちるとどっぷり効果が。ひどいプトプトだな。まさかカキンタマ運用してるブルジュアですか。カキンタン使ってない。ワールドオブタンクスやってないです最近。ピクニックですね。あれ、また調子悪いな。電波をよく拾うようにもう一工夫いりますね。滑り出し滑らかだったのに。
こんにちは。早くも昼飯ですか？早いです。昼飯です。って言って、あ、失礼。調子悪いですね。今回最初の山場なのに。お互い再接続していますと。お互い再接続してみます。長野ってもしかして電波過疎地？僕の電波あげるから。どうぞどうぞ。この中がですね。バースブレイクでしょ？ランチタイムか。これはどこがどうなってんだ。なんでこんなバランス悪いのかな。ほう、練馬32度。まあここ出たら頂上まで電波ないからね。あ、ダメか。GoPro もあれじゃん。ログアウトしました。再接続を開始します。ちょっと GoPro の方も回しよう。久しぶりの洗濯チャンス。お、つながった。あ。最初は調子いいな。最初は調子いいですね。ちなみにさっき真っ暗な間に自転車がいっぺんこけました。配信機材ごと。まあ多分草地だから大丈夫なんですけどね。今これでまだ繋がってますね。この状態でいつまでいけるかな。じゃあこの状態で様子見しながら行きますか。もうこれで10分使ってしまった。ちょっと今カメラをもじもじさせてみましたがどうでしょうかね。上り速度的に大丈夫ですね。よし、今のうちにやろう。じゃあ行きます。もじもじ OK。 静止だと思ったら動いた。あら、何も声？それとも変える？ちょっときついかな。落ちるなよ、絶対に落ちるなよ。もじもじ OK。 カメラの向き、カメラの向き。これだけのものが自転車に乗るのか。テーブル？よいしょ。ハモってきたんですか？おしゃれな野外食卓だ。今これはですね、木製の朽ちかけたベンチの上に、パステルカラーのビニール、ブルーシートかけてます。池がありますね。これ背景は三朝湖っていうとこです。三朝湖、三朝湖。これ角度合ってますかね？傾いてるように見えるんだけど。遠近法で右が上がって見えるだけなのかな？遠近的に。あ、これエゾハルゼミってやつですか？この声。ミササ、ミササ。美しいササ。
何を作る？これからじゃお見せします。傾いてる。傾いてる。バイクで12キロ走ってきました。美笹子、何もない感じがいいね。帝国ホテルの庭だね。こんな感じ？こんな感じですかね。虫は結構いるかもしれない。あ、でももうちょっとやっぱ手元が見える方がいいな。ちょっと待ってください。もうちょい近づけます。涼しさはそうでもない。右下がり。こだわりのアングル。今アングルにこだわり中です。湖なのっていいのか。湖なのって、これ完全人工湖ですね。向こう側にあの用水路があります。虫よけ、緊張る。こんなもんですかね。これで今このフライパンのあたりで中心的にやるつもりなんで。こんにちは。じゃあこれでやります。今日はなんか電波の調子が怪しくてよくわかんないです。地面が傾いてるように見える。地図で見ても考え池の形してる。考え池、あ、そうか、四角いですよね。じゃあ声離れます。白鳥は泳いでないの。で、これオートフォーカスどの方がいいかな。今作ろうとしているものはですね、多分この枠でできるかどうか。まずこれ。ボンベは満タンかな。ボンベは満タンじゃないけど、あのかなりあります。今日はまず切れることないです。これは最近柵のあたりであのラーメンのカリスマを呼んで作ったらしいです。だから今売り出し中みたいですね。パスタちょっと違う。パスタ系ではあるけどちゃんと見えてますね。なんかパッケージはうまそうだな。安養寺ラーメン買ったのか。安養寺ラーメンの生麺買ってきました。で、あとあの具はこれしかないです。コンビニで買ってきたおつまみ用の味玉。味玉くん、いやらしい。いやらしい。すいません。何が。女おさむてら、味玉くん。あ、落ちた。女を養うてら。ここが端っこだな、ここは。最初どっからテーブル持ってきたのかと思った。笑い。運勢、風。真ん中にちくわも置く。あとこれ。買える。途中のあの無人販売で買ってきた 100円のズッキーニ。これを今から輪切りにして炒めてやろうかと思ってます。たくましい、ご立派。安養寺味噌煮込み味噌の発祥とも言われてる。そうそう、これはですね、終わった、エロい組み合わせ。信州味噌発祥の地、佐久から生まれた味噌味ラーメンです。ちょっと読み上げが聞きづらいな、さすがに。夏野菜の季節になってきたな。思って理系っぽいな。あ、私理系です。理系です。髪がすっきりしたな。あ、そっか、その前に。やっぱり、蚊はいないの？蚊はいると思います。痩せました？わら。ちょっとこれ読み上げ今からやるので、ちょっと待ってください。テアム、すくいだ。若返ったな。マイクも遠いね。ロボさん髪切ったんだ。あ、いや、髪切ってないですよ。今伸びてます。学生さんですか。絵になってますな。わら。インピーダンス。じゃあちょっとこっちのこれで大学のマイクの近くのスピーカーは一旦オフにして、ここは美笹子。ロボさん楽しそうやな、いつも。これでよし。で、マイクが遠いのはこれであの音量上げてもらっても読み上げあんまりぶつからないと思います。読み上げ今こっちで聞くようにしたんで。イワナ釣っておかず。イワナ。アメンボしかいないです、ここは。じゃあ、順番どうしたらいいですかね。ラーメン先にやると伸びてしまうから、ズッキーニ炒め先に作ったらいいですかね。で、ズッキーニ。こんなないな。で、
つもの音量、これでバランス的にはいいと思うんです。ただ絶対音量は小さいです。でも周りは本当静かですよ。ここは今後ろはですね、山になってるんですよ。天気良くてよかったね。天気良くですね。でももうちょっと晴れるはずだったんだけどな。今背中がこんな感じ、こう周りはこんな感じで、うん、そうそうそうかな。これでちょっとまた角度が分かんなくなった。まあ適当でいいや。いいよっと。ああうまくガラス取れなくなった。もういいや、こんなもんでいいでしょう。何があるって。怪しい小屋が。あれはなんかトイレの、トイレっぽいけどなんか中身空っぽになっちゃってるような感じです。うわ、ジェイソンが。そうです、結構なんか汚れてるな。そうですかね。ちょっと、おお、これ後ろに倒れるとやばいんですよ。転がっていったら本当に落ちる可能性が。ラグが。転がって水中へ。いや本当にゴロンといったらやばいんですよ。転がらない、転がりません。いや。せめて靴下は落としとこう。靴下もやらかしましたからね。あ、そうそう、さっき電波止まってたんですけど、夫とのゴミ捨ててたやつは死ねばいいと思う。死んだらいいと思う。で、ゴミを拾ったアピール。これでゴミをまた一つ拾いましたね。自転車で走りに来た時にゴミを一個拾うとなんかえらい感じになるので、これ自体置き忘れる可能性が確かに。もう全く死ねばいいと思うよ。まあでも風で飛ばされたって可能性はありますね。そう、好感度が上がるんですよ。で、こう目立つとこにあるゴミを拾うと本当に少々の労力で効果が高いので嬉しい。そんで、贅沢か。2000円以上したフライパンです、折りたたみの。そう、無限に嬉しい。いや、そんなことあるか。ん、何知ってる。そう、朽ちかけた木製ベンチを、荷物重いんですよね。マナー自体がない。よいしょ。で、ズッキーニってこれ、多分皮むかなくて大丈夫ですよね。涼しい、あんまり涼しくないです、まだ。標高1000ぐらいなんで。もっと高くならないと。ざっと水かけて、クッキングコーナーみたいなもんです。クッキングに慣れてない人間がいろいろ無茶苦茶なことをやるっていうことがコメントが多くなる理由ですね。で、これ輪切りにして炒めれば多分大丈夫ですよね。あとどのぐらい、どのぐらいやってしまうか。ちょうど標高1000弱ですね。で、こういう、なんていうんですかね、ケース入りの持ち運びできる包丁持ってきました。これ、飛行機だと多分持ち込めないんで。長すぎ。飛行機輪行だとこれは、荷物の中に入れとけばいけますかね。預けてズームする。あ、多分フォーカスが微妙に動いてるんですね。よし。あ、糸ボンボだ、糸ボンボ。
トトンボ、ああ逃げた、イトトンボ。こら、宿電気そうだ。イトトンボがどっか行った。また来るかな。んで。正当な最後の晩餐、いや、そう、なんかこいつです。これで捕まったらキャンプは全部アウト。まあ普通に道走ってる時に持ち歩いてる分にはこういうのは大丈夫だと思いますけどね。犬か。でズッキーニって、皮はこのままで大丈夫ですよね、多分。皮適当にザッと切って、わしで持ってたら捕まるけど、こんなとこで捕まるかいな。わら、そのままで OKOK。 大丈夫ですね、ありがとうございます。ズッキーニってどうやって調理していいのかわからん。ズッキーニ、あのオリーブオイルで炒めるだけのつもりです。いきなりランチですか。いきなりランチです。あー、手元が危うい。どのぐらい食ってしまうかな。ズッキーニ、キュウリと同じようなもんだから栄養ないってイメージなんですけど、違うんですかね。デパートの展示販売の人みたい。もうとりあえず全部やってしまうか。オイルはですね、オリーブオイルはこれ、これプラスチック製の入れ物があったら軽くていいんですけどね。瓶なんで重いです。翻訳マジで。かぼちゃ、チャリに積載してます。一人でキャンプ、まあキャンプ、今日はキャンプじゃないです。食感は、どうかな、パリパリ感、キュウリが上だけど、この中の方のしっかり感はズッキーニが上ですね。全部やってしまいますか。瓶なのか、100均でこれで売ってるから。あ、そう、ナスっぽいとこもありますよね、これ。中が。泊まりは今日はユースホステルです。ズッキーニ炒めたのと、あのラーメン、生麺のやつを茹でるのと、あと味玉だと、あとコンビニサラダで昼ご飯です。アリが、アリが、生麺タイプです、これは。でもパッケージもされてるから10月まで持ちます。あと 1000m、 そうです。オイル、もうちょっと小さくて軽いやつが欲しいですね。ズッキーニ、じゃあこれを間違って落とさないように、よっと。で、包丁も使ったらすぐに、もうこの後使うものはないよな。よし、瓶重いんですよね。もうすぐに拭いてしまって、一応パスタ的なラーメンです。あ、初見さん、いらっしゃいませ。みささこ。フライパンはまあ、100g、200g ないぐらいですかね。まあ、割と薄めなんで。じゃあ、GPS 多分してると思いますけど、ご自慢です。2000円のフライパンだけどどうだろう。まだ元取れてない気がするんだけどな、回数少ないから。で、これが、サウンドオンリー、あ、山道、いや、あの舗装路です。最初も結構な道ありましたけどね。富士水は、まあ、やること自体が面白いんですよね。で、火力かなりありますよ。で、これ100均で売ってるあのビロンビロンのやつ、滑り止めである程度熱にも耐えるやつ、これを敷いてあのコンロ使ってます。こうすると、あの吹きこぼれたりしても周りが汚れないし、うん、野外自炊元取るのは難しいですね。しりだまし、しり100均いっぱいいってますよ。よし、あ、これ引くのは少しかな。で、塗り箸的なやつ、油オリーブです。
この点火装置は今は、まあ、復旧したけども一遍流されてしまった気仙沼の近くの何海岸でしたっけ、大なんとか海岸っていうところの駅の近くのセブンイレブンで買ったやつ、あそこのセブンイレブンもなくなっちゃってました、津波の後。でオリーブオイル、雨は多分まだ大丈夫ですね。楽しむ、私はそうですね、私はまだ美味しさを追求するとこまでできてないから。コンビニ、いやでも私がさっき言ったのは津波で流されちゃったんですよ、本当に気仙沼の近くの海岸沿いだったんで。で標高今1000弱です。おお、ああちゃ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 、よいしょ、全部はちょっと厳しかったかな、表面に乗り切らないです。ああちゃ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 、ナス大好きです。他にボンベのバラ売りなかったから前3本まとめて買って日本宿に寄付したんですよ。ああ、ちゃ。ちょっとこれ表面に重なってしまうんで何回かに分けて炒めますか。ああ、ちゃ。ああ。早速1個落とした。結構ズッキーニ水が、ああ、ちゃ。失敗しましたね、あの時。オレンジの器、これは器じゃなくてシートなんですけどね、こっちは溶けます、気をつけないと。ズッキーニはですね、確かにナスとキュウリの間って感じかな。で、塩コショウ前溶かしましたね、サインの時ですね、確か。あ、これは一般枠です、なんで別枠取ります。またうん、使い勝手あんまり良くはないですね、そんなになんか使いやすいってわけでもない。シートにカッパに、ズッキーニはどうかな、カッパは。あ、メリダです、今は。あ、かぼちゃの方なのか。なるほど。卵か。あ、これですか。でもこれラーメン用なんで、これがなくなると。なんかすごく今なんだろう、これ煙たいというか、思ったより油跳ねるな。ちょっと火が強すぎるのかもしれないですね。いや、焦げてはいないんですけど、なんか妙に今煙たい匂いが。かなり水分あるんですね、ズッキーニ。でも私はズッキーニの炒めたしんなりしたやつが大好きなんで、この間もZ さんと渋峠行った時の帰りに長野駅の近くで夕飯食ったんですけど、ね、その時に炒めズッキーニが出てきたんで、まあじっくり炒めようかな。まだ時間は確か早いですよね、11時にはなったか。あ、いい時間になってきた。あ、お疲れ様です。そう、この間長野駅から臨行して帰るときに、近くで長野駅の近くのスタバ、なんかスタバがある街は文化的だみたいな主張をして無理やりスタバを誘致した人がいるっていう話を聞きました。長野駅の近くのスタバに関して言うと、なんかそういう有名な話があるらしいです。もうちょいというかな。ああ、ちょっといい感じになってきた。
これ多分さっき今放送止まってるのかな、無人販売で売ってたってことは今日取ったとか昨日取ったとかいうやつだと思うんで、新鮮なんだとは思います。さて、学校終わったのかな、終わってる。あ、これマイクちゃんと入ってるかな。あ、大丈夫か。今これ行ってますかね。いや行ってないな。やっぱり破ってる。こうか。よし。お待たせしました。お待たせしました。痛い。さっきから枠取ってると足元にアブが降ってきて、痛くて。よし。じゃあちょっとコメントも今から読み上げやるので。今いい感じにしんなりしてきましたよ。まあでもこれでもまだ半分。あ、ポツポツ来てるの、あれは後ろの方だとしたらあれアメンボです。あれ雨粒に全部、あれアメンボです。さてこんな感じに、なってきましたが、今こんな状態。よいしょ。ご飯はないんですよね。ラーメンこれから作るんで、まだこれからです。アブが。ヤブカニ。ああ、結構アメンボはなんか凶悪っぽい顔してますよね。よし。ルリタテハだ、ルリタテハ。ああ、
今ルリタテハが味見に来てた。あの黒地に青いラインが入った綺麗な蝶なんですけどね、青筋揚げ派じゃなくてちょっと味見。そうルリタテハ、うん、ああなかなかいい感じです。ただこれラーメン作ってる間に冷めるな。ラーメン作ってる間につまみながらやらないともったいない。そうマイクがちょっとあのあれマイクどこ行った、マイクマイク、ちょっとどうしてもカメラ位置的にマイクが遠くなるんですよ。ちょっとそのあたりはご勘弁を、ご勘弁と。よいしょ。じゃあ残り半分炒めますかね。ちょっと申し訳ないです。あの大声で喜んでよっとよっ、うん、あもう半分炒めなきゃいけないんで、あのズッキーニ丸々1本切っちゃったら全然フライパンに入りきらなくて、よし、よいしょ。こんにちは別荘、まだこれからなんですけどね。よし、おお綺麗に乗った。そうあのこんな場所でこんなことやってるってことが贅沢だと思ってます。自転車、まあある程度積むとあまり関係なくなりますけどね、体感は。背景はなんなら落ちて見せませんけど、いやその理屈はおかしい。オリーブオイル、わーちゃ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 、紅茶とスコーンがあれば、このイギリス人、うん、テント泊まり、本当は今日やってもよかったですけどね。でもあの、あーちちち、あのバッテリーの話もあるし、うん、出かけられん。結構傾いてるんですよね、ここ。じゃあラーメンの上もつけてますか。あとテーブルはこれはあの現地のベンチにブルーシート敷いてるだけです。なんか今邪魔なのが飛んできたな。ちょっとつまみながら、うん、多分これ新鮮なズッキーニだと思うんですけど、あ、GoPro の上にまでアブが。うん、うん、ズッキーニかなり美味しいですね。 あのオリーブオイルで炒めて塩コショウしただけなんですけど、こんなん背景あうまいうまい。じゃあラーメンの方、これって茹でるだけですよね、多分。ナスとは違いますね。安養寺ラーメン、最近できたご当地ラーメン。ズッキーニ、そうそう、キュウリっぽいやつです。そう、お湯沸かして、ちゃんとこれ作り方書いてありますね。こんにちは。あスタミナ系とかいろいろあるみたいだけど、私は今日味玉しか具がない。あとズッキーニしか。安養寺ラーメン、こうかこうか。
とりあえずこれは 270cc のお湯にお湯を沸かせばできるはず。出汁が効いてない味噌ない。つけ麺とかもある。で、ラーメンも、あ、これ麺別茹でなんですね。そんなことやってられるか。うん、ラーメン食べます。っていうかこれ昼飯はちょっときつい。で、270cc ってどんぐらいだ。一応ちゃんとメモリはついてるので、300弱だよな。とりあえずお湯沸かす準備はできました。水、おお、いい感じ。さっきみたいに変に動かさずにじっくり歩けばいいだけなんですね。あっちゃ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 。こんな感じです、捨てないで。いや、そうしようと思ってます。捨てる場所ないし。カメラ持っていくよりも安全ですからね。なんか GoPro、 さっきから GoPro が GoPro にアブがたかっててそんなに GoPro 好きか、このアブ。これレンズの前に来なきゃいいんだけど。そう、アブがですね、目の前を飛ぶ可能性が高くて。あつ、ハッカユ、鳥、あ、聞こえてますかね、鳥の声。さっき走ってきた林の中とかだったら、もっとあのエコーがかかって綺麗な声に聞こえるんですけどね。アブだけに。で、今日は一食分で、明日の昼にまたもう一回やろうと思ってます。明日また別の具をあの調達しないと。こぼれ、あ、今度は結構すんなりできたな。SE、 よし、じゃあこれで、あ、もうちょいだな、このあたり。油物、そうだからできるだけもうこっちに吸わせてしまってで、こんにちは。で、あとはこういうティッシュとかでもう取ってしまう感じです。だからあのスープ物は全部飲んでしまうし、茹で汁も全部使ってしまうっていう。味よりもゴミとかの問題の方を優先して。うわ、なんかジュージュー言ってる。じゃあお湯沸かしますかね。こんなもんで、あとサラダは、自転車乗ってて後付けなんですけどね。ティッシュ、そうですね、文化的な生活のためには。あれ、テーブル、これあの地元にあった作り付けのベンチ、あの木製ベンチです。ちょっとあちこち靴かけてます。ちょっといらないものは全部自転車にぶら下げて、あれ、ドレッシングどっか行った。
普段自炊全然しないです。あれ、ドレッシングが消えた。あった、30円のドレッシング。これはですね、サークル系のやつです。高いかな。すりおろし玉ねぎドレッシングです。うん。あ、しまった。2回目のズッキーニ塩コショウするの忘れてた。後付け。量で、まあそうですね。地面に箸が落ちた。腐る。うん。普通は3秒ルールなのに。これアブはヘルメットの匂いに引き寄せられてきてるのかな。さっきからアブがずっとこのヘルメットの GoPro の周りを探査し続けてるんで、同じやつがちょっとかわいい。まあヘルメット汗吸いますからね。何が気になるのやら。いや、止まるんじゃないですけど、ここで昼寝はしていこうかと思ってます。あ、でも炙り刺されるかな。この上で後で昼寝しようかと思って。食後に休み、休憩にもなるし、朝からまあそれなり眠気があるので。ここキャンプ地とはしないんですけどね。選挙訪問。かやか。あのテントの代わりにかや式のテントもあるんですけどね。かやライズって言って。そう、アブは痛くないようにさせてほしいです。ちょっとつまみながら。結構今日結構途中アブに刺されっぱなしなんですよ。やっぱ赤くなってるな。そうそう、昼、いや昼も昼で怖いんだけど、あれはなんかあんだけ血吸っておきながら痛さ感じさせないのは逆に怖いですよね。あの蚊ぐらい、蚊よりもうちょっと痛くないぐらいがいいですね。刺される場合は、刺されるのが仕方がない場合は。小工場セイラ何の話。ワクワクさんは誰だろう。うん、今日もすでにアブに何度も噛まれてます。あの、気づかないのが怖いわ。そう、気づかないのは刺してやれば。そう、昼は本当に気づかないぐらいの痛みがないらしいですからね。でも私実はまだ昼には吸われたことない。気づいたことない。そう、昼は見た目が気持ち悪いのもありますね。あれ不利だよな、昼は。なんかプラナリアみたいに 目みたいな形とかついてればもっと可愛げがあるのに。来週3連休、来週連休でしたっけ。オムロンの、オムロンよりも優秀じゃないかな、あれは。牧場の少女カトリ、あれハウスのシリーズでしたっけ。小公女セーラとか、カトリっていうのは、うわ、見たことないんですよね。多分見かけたことあるけど見たことがない。肩こり治療に、ああ、なんか吸わせる治療ありましたね。ああ、マダニもなんか、でもマダニはなんかウイルスか病原体みたいなものを媒介するのが怖いんじゃなかったですかね。ダニ系は。よし、そろそろ。標高じゃどういうふうな面白さなんですかね。あ、ペリーニもなんかそういうやつですね。
あ、葉っぱが焦げついてる。行列？虫除けスプレーは今回持ってきてないですね。キャンプのつもりじゃなかったんで。またなんかちょっとアブみたいなハエみたいなやつが。草むら、そうですよね。あれ意外と、こんなもん 270cc ってこんなもんでいいのかな。なんか少ない気がします。ダニ、まあ気をつけようがないんですけどね。まんじゅう、あ、デザート系ないですね。あ、でもこれはある。一本満足。シリアルホワイトチョコレートのやつ。生麺投入。コップ一杯。わあ、だいぶドロドロだな、これ。パルナス。パルナスは何だろう、知らない。アンネット。アンネットはどんなんだっけ。いや、そのあたりよく知らないな。で、そうそう、ちょっとこれ水足した方が美味しいんじゃないかな。この、本来これ別に茹でて、で、お湯切った後にスープ、お湯で作ったスープに投入するはずなんで、全部一緒くたに作ろうとしたら、もうちょっとこれお湯入れていいんじゃないかな。そうそう、本来これスープを割るだけのためのお湯だから 270cc っていうのは、そう、だいぶとろみがつきますね。もうちょいお湯入れとこうか、水入れとこうかな。あ、で、後からなんか足したら良くない気がするけど、お湯が沸いてからちょっとずつ足した方がいいかな。一気に温度下げるとまずいかな。あ、アメンボが跳ねてる跳ねてる。アメンボ密度高いな。内部クッキング5分ぐらいかかると思います。ん、時間を置いて足して、ちょっと今ちょっと足してしまいました。安養寺はリピーター率が悪い。そうなんですか。なんか二度 また食べに来ようって思わせられないんですかね。うん、確かに。びっくり水、びっくり水ってのは途中で足す水のことですかね。よっと言えた。いい絵か。うん、オープニング曲。そもそもこれ何分茹でるとか書いてあったっけ。あ、麺は4分。麺は2分。いや、全然痩せてない。あ、でも、また1ヶ月ぐらい体重計乗ってないです。麺は2分ですね。早い。2分茹でってなったら伸びるのも早いんじゃないかな。脱衣所に、そうですね、脱衣所に置いてないですね。あの、普通に、あの、暮らしている部屋の中に置いてます。あと部屋が散らかりすぎてて、足の踏み場が今だいぶ少ないんですよ。2分ってもうそろそろいいかな。結構あの麺細めのタイプです。かなり散らかってます。なんか部屋片付けてそうに見えるとか言われるんですけど。あ、糸とんぼ、糸とんぼ。ああ。お乳。やっぱり前刺さるといろいろ楽です。ディスクブレーキは V ブレーキでもよかったな。そう、今はいないんですよ。今は、
たまたま今いないんですよね。よし、こんなもんでいいかな。とっとっと。よいしょ。家に滞在する時間がお嫌いなのかな。サスってやっぱいいですか。滞在。サス。小さいもの、そうですね。なんで知ってんすか。なんであんた知ってんすか。糸トンボ、ほんと綺麗なんですよね、接射すると。あ、ほい、そうですね。あ、そうだ、リムと言ったら思い出した。昨日の夜、なんかなんだっけ、フリックリフレクティブっていう、リムに貼るタイプの反射板の、をこれからなんか輸入して、国内で販売しようとしてる、その代理店みたいなところからメールが来て、別に宣伝してくれというわけじゃないんだけども、そういう人が使ってるの見せたいから提供させてもらえないかみたいなメール来てましたよ。スポンサー提案メールが。まあ宣伝、そんなに宣伝の義務が発生しないんだったら、もらってもいいかなと思うんですけどね。多分他にも、生主さんに言ってる人いるんじゃないかと思うんですけどね、フリック、確か FLIK でフリックで、リフレクティブは RE-FLECTAVE か。検索したら海外でそういう、キックスターター使って、作ったのがあるんですね。FLICK、 いや、フリックは4文字でフリックです。FLIK だったと思うんですけど。で、味玉入れて、見た目いまいちだな、これ。これ味玉真っ二つに割った方が絵的にいいかな。ちょっとこのままだとあんまりなんで。よい。切れない。ちょっと写真撮る前に、この卵を二つに割って、湿度はですね、結構高いです。よっ、と、と、あー、よし。こうして、これで、あんまりだな。うん。ジャージ、私短パンで、素足が基本なんですよね。これが楽なんで、こんな感じ。いかがでしょうか。包丁使おうと思ったけど、また汚れるの嫌だなと思って。とりあえず、そうだ。こっちから少し緑色もらおう。いや、こっちからのがいいか。ズッキーニ少し入れてみよう。これで少しはラーメンらしさが出るんじゃないかな。あまりだな。とりあえずこんな感じになりました。そうだ、こんなことやってる間に伸びますね。一応これでラーメンってことで。少し緑色が入ると違いますからね。よし、こんにちは。じゃあいただきます。写真撮ってからね。よし。ん？味コン。緑色がやっぱ入んないと締まらないですよね、料理って。じゃあ写真撮って。写真撮ってから、個別の絵も撮って。あ、もう終わります。今何分か、わかんない。モスキートはまだあまり来ないですね。アブの方が多いです。じゃあ、まだ食べちゃダメですかね。あと何分だ。いや、ダメだな、待てないね。いただきます。あと2、じゃあ、少し。あ、麺の硬さバッチリです。で、酢。
あ、なんかそんなに濃い味噌じゃないですね。なあのマイルドな感じの味噌です。これはなんかクリーミーな感じでうまいですね。でもクリーミーなのはあの小麦粉払わずに茹で汁そのまま使ってるからかもしれないです。いや、今日まだ 1000m 登って峠越えます。うん、なかなか卵ともいい感じで合いますね。ズッキーニが単品で普通にうまいな。そう、なんで目がってんだろう。 1000m で M って書かれてますよね。うん、でこのサラダが単価高いんですよね。200円近く、ドレッシング合わせると210円ぐらいする。男らしいな。男らしいな。今あの大泉洋さんの顔が出てきたけど、これユニクロの短パンです。私あのレーパーがどうしてもあのゴムとか痛くて合わなかったんで、もう普通のあの下着も普通のやつだし短パンも普通のやつです。土曜、How do you like Saturday? あ、お疲れ様です。一応食べてる間は取っとくかな。今のうちに iPhone でツイート用の写真も。今日の朝食、結構蝶々やら飛んだやらって来るな。アブイが行きます。ちょっと待ちよう。ああ、また取れてない。ちょっと読み上げこれからやるので待ってください。あれ止まってる？あの本当だ。真っ暗なんだが。これでどうだ？あ、行った行った。
なんか一発でうまくいかないこと多いな、今日は。これで。これでいきます。いらっしゃいませ。引き続きこれの続きを食べてます。ああ、釣りは私ほとんどやったことないんですよね。子供の頃に少しやってたぐらいで。そもそもここは釣れるんですかね。人工湖ですけど、後ろ。三笹湖っていうところ。じゃあ、あとは普通に食うだけです。特にもうこれ以上、なんか、あちちとかいうのはないので、なんか、物落としたりとかいうのは多分ないので。お味はいかが？ラーメンはまあ、スープの味に左右されるので、それがしっかりしていれば、まず失敗ないですね。大体どんな失敗しても、スープの味で救われるので。デジカメで、配信風景は撮ってますけど、食事、このしてる瞬間撮りづらいですね、自分の食べてるところは。熱風が、こっちはですね、まだそんなに涼しくないんですけど。このズッキーニは現地調達って、さっき、コンソメ持ってきてます。これさっき無人販売で100円で買ってきました。で、それが、オリーブオイルと塩コショウで炒めただけなんですけど、ズッキーニ自体が美味しいんで、なんかだいぶ得した気分です。まだ開けてないですよね。まだまだですよね。ワカサギどうだろう。いや、本当に梅雨明けしたんですか。え、早すぎませんか。まだ7月上旬なのに。そんなもんだっけ。ロケーションはなかなかいい感じですね。イトトンボいるいる。情報、富田コミュニティを登録しました。登録しましたの、これに私が反応しないのはですね、コミュニティ人数増やすという動機を持ってないからなんですけど、まあでも、ありがたくないとは言うわけじゃないんで、ありがとうございます。ただその、コミュニティ増えて嬉しいというふうに見せたくないんで、いつも反応しておりません。なんか少し増えてきた気がする。気温どれくらい？トンボ見るとギャラが思い出す。22、3度くらいですかね。私はトンボだとギャプラスの方がイメージ近いんですよね。ギャプラスの第二世代だったっけ。あれがモノになんかトンボっぽいんで。ご飯中ですか。ご飯中です。安養寺ラーメン、ご当地ラーメンです。ギャプラス分かる世代の方ですね。これですね。さっきはなんかアメンボの波紋が目立ってて雨が降ってるみたいなこと言われてたんですけど、もうそれも見づらくなりましたね。でもちょっと風がある方が涼しくていいです。で、今日のこの材料費がラーメンがこれ600円、630円なんで、半分の300円ぐらい。で、味玉が180円で半分の90円で、まあこれでトータル400円ぐらい。で、ズッキーニ足して500円。ヘビ。500円かな？違う。サラダが200円ぐらいで、700円ぐらいしてますね。
そうそう、このサラダが、サラダ入れるともう700円ぐらいいっちゃいます。だから普通に定食屋さんに食べるぐらい材料費かかってるんですよ。まあこの特別なラーメン買ってきたっていうのがありますけどね。うん、カップ麺ほとんど買わないじゃないですか。多分食べられるやつもあるんでしょうけどね、うん、やっぱ2分茹でだと柔らかくなるのも早いです、麺が、うん、で本当はこれ放送してなかったら私はこっち側に座りたかったんですよ。あれ見ながら食事したかったんで。でも天気荒れそうな感じもある。天気、うーん、まあ大体真っ白ですね。でも雨具装備は全部持ってきたんで。あっち向いてもいいよ。そうかも。湖見ながらお食事をどうぞ。やってみますか。じゃあそう、別に顔が見えてなきゃいけないことはないんだから、これでもいいですから、ね、うん、あ、なかなかいい景色ですね、これは。こっち側は何があるの？ MMD。 あ、裏側はですね、あの山みたいになってます。すぐにあの斜面が始まってます。横向きになればいいのでは。横向きに、うん、わらわら、ん、哀愁漂う背中、貝の背中。なんでこっち来た？いや、あの景色見ながら食ってもいいよって言われたんで、許可をもらいましたから、リスナーの方から。こんにちは、こんにちは。筋肉はないと思います。まずあの肩幅のなさにはかなり自信があるんですよ。鼻にボケて、うん、GoPro ずっと、うん、GoPro ずっと撮影してます。お腹で語る。最高の昼食ですね。シチュエーション的にはやっぱいいですよね、こういうのは。まあ、おいしさ自体はそんなに飛び抜けて美味しいものが食べられるわけじゃないけど。シチュエーション的に美味しい。見て一倍。うん。そう、なんかおにぎり持って公園とか、そんな感じの美味しさの高め方ですね。ああ、ズッキーニはだいぶ油使ったな。情報8第50位にランクインしました。サラダ。カラスどこにでもいるね。うん。あ、ちょっと一部青空見えてきた。いや、これ買ってきただけですけどね。そこら辺で売ってたズッキーニを炒めたっていうのは一応調理と言えるかな。出発はですね、この後この上で昼寝しようかと思ってるんで、放送終わった後30分ぐらいちょっと食休み兼ねて昼寝して、で続き登ろうと思ってます。
うん、ボート背中狭いからな、うん、ボートこの木のベンチの上にブルーシート敷いたこの状態で寝てやろうかと。ただアブに刺されそうなんですよね。昼寝も流しますの？いや、昼寝は特に流さないです。さすがにそれは。まあでも今は一遍やったことありますね、八丈島で。昼寝放送でなんか目が寝言でなんか個人情報喋ったりするかもしれないじゃないですか。うん、佐久平から走ってきました。まだそんな進んでないですね。十何キロぐらいかな。熱対策はパソコンは熱対策しなくてもまあなんとか夏でも動いてくれます。今日は女神湖、蓼科の方の女神湖っていうとこ行って、蓼科白樺高原ユースホステルかな。実は私が大人になってから初めて泊まったユースホステルなんですけどね。寝言情報8第35位にランクインしました。多分ユースホステルは電波届くと思いますけど、夜配信は、まあ、他の客さんが全くいなかったらやるかもしれないってぐらいです。基本的にはニュース止まるときに他のお客さんと話をしてるんで。ん？海深。大人に。中学校の頃一遍長崎の方で友達と旅行してユースホステル泊まったことあるんですよ。留守中の部屋が暑くなってそう。部屋が、うん。女と。こういうとこですか。一度下まで降りなきゃならないのか。ん？下まで、下までってのは何ですかね。というわけでごちそうさまでした。あ、縦八王だな、こいつも。うん、ごちそうさまでした。さてちょっと拭いてからこの辺りを。うん、二人乗り。なんかあつはそういう予定なかったかな。某嫁さんととか。でもそっか、今あっち娘さんがから。うん。白樺湖って大学生がシニア男女で飛び込んだところですよね。飛び込んだ、そんなんで有名なのか。白樺湖畔にもまあユースホステルがあったんですけど、今もう閉館後に取り壊しになっちゃったみたいです。そこも私6、7年前泊ま、7年前かな、泊まったことあるんですけどね。なんかダーツの競技会場とかもあったりしていろいろやってるとこだったんですよ。白樺湖ユースホステルかな、あそこは。でも今はもう建物自体ないらしいです。結構やっぱユースはなくなってますね。興奮して飛び込むらしいので深夜期待できますね。興奮して飛び込む。いやだから白樺湖行かないですけどね。今日行くのは女神湖って言って、白樺湖の上の方になるんだったっけ。今日3回しこった。しこった、そうか、元気ですね。あ、なかなかちょっと味噌ラーメン汚れが落ちにくい。2つとも、白樺湖も腎臓でしたっけ。後ろに何が、あ、水が。これちょっとお湯沸かしてお湯捨てればいいんですけどね。なんかお湯捨てるの自体が幅くられるので。白樺湖の手前、今日の女神湖は多分そうですね。そういう野外でしこったら開放感あるでしょ。この後野外で作れないだろう。お茶で洗おう。お茶、水とかあるんですけどね。ヘリコプターか、これ見えないけどヘリコプターっぽい。メガミコは
名前だけ前女神高校大学名忘れちゃったが、駒沢大だったっけ。ああ、だいぶ高いとこ住んでるから。原爆落ちるよ。落ちちゃいますか。原爆落ちるよとか、どんだけ脳使わずにコメントしてんすか。それ脳使ってないじゃないですか。あまりにもなんか脈絡なさすぎて少し面白かったです。わらわら、そんなこすったら出ちゃうじゃない。ネッシーいるかな。いや大丈夫大丈夫。で、あとはサラダの水っぽいところをちょっと吸わしといて、これで一通りゴミから水が出なくなるはず。よし、これからここで泳ぐのね。あー、これ遊泳禁止って書いてないかな。多分遊泳禁止だと思いますけどね。後片付け手間すぎるやろ。後片付け、まあそんなつかないと思いますよ。あの、水洗いはせずにもうただ拭くだけで、帰ってから本格的に洗うんで。毎年恒例なんだってね。深夜男女で飛び込むの。男女飛び込む迷惑だな。それ現地の警察とかに対して迷惑なんじゃないかな。それか容認されてるんだったらいいんですけどね。湖で洗ったらなんか汚してる感じがするじゃないですか。で、私一人がやっても大丈夫だろうけど、それを見た人が習っちゃったらやばいじゃないですか。だからなんか一切文句が出ないようにもう完全に自己完結してしまった方が気が楽です。そんでサーファーなんかもっとひどい。サーファー、あ、なんかサーファーはなんかいろいろ悪いこと言われてそうですね。そういうことやってる人が一人でもいれば。オートバイのエンジンのレースがあったの。メガミコ、そうなんですか。メガミコそんなでかくないですよね。ロボさん守る配信者はいろいろ気遣い大変ですね。配信者、いや、あの自分個人的なこの旅行的にも、あの、自己完結した方がかっこいいかなと思ってるんで、かっちょいいかなと思ってるんで。サーファーも偏見ひどいんだろうな。昔からのサーファーは逆に紅葉のうるさいでしょ。そういう層が絶対ありますよね。サイバーノリピー。よいしょ。サルタニコ星の用心。いや、ニコ生だからというわけじゃなくて、私はなんか個人的になんかそういうのこだわるようになっちゃいましたね。ニコ生やってからではないよな。ああ、多分自転車乗り始めてなんかエコ的にうるさくなったからじゃないかな。そうそう、その自転車もなんか、あの、暴走自転車ってイメージが植え付けられて、基本的に自転車悪者だって考えてる人もいますからね。で、車乗っててその自転車を敵視してる人なんかは そういう感じだと思うんですよ。なんで、あの、報道に踊らされすぎです、日本人は。まあ、私みたいにテレビ全く見なくて、あの、踊らされる以前に知らないって状態もあまり良くないと思うんですけど。八ヶ岳に雪は残ってますか。八ヶ岳ちょっとここからまだ見えないです。全然上の方が今雲かかってるんですよ。全然かかってるんですよ。車のリズムを置くとはいえ特にいい。車乗りから見ると危ない。自転車乗り降りは、そうそう、危ないに見える人いますよね。つまり戦争みたいな。そうそう、自分はもう戦争。ちょっとこれからカバンの中に入れるので、配信装備が邪魔。
個で一振りされるとそれもちょっと私は厳しいなと思います。私は基本的になんか人が人のことを悪く言うとそれに対して反応してるだけみたいなところもありますけどね。見ていると羨ましい景色。30度。ちょっといろいろしまい込みます。シートポスト長いな。シートポスト、あ、そうですかね。ていうかこれあのフレームのハンドルとの間がやたら短いんですよ。多分ダウンヒル用だからだと思います。あの初めて乗った時にあまりにもハンドルが手前にあるんでびっくりしました。問題はカザーナパーツ様から放送を見に行けと言われて、僕はカザーナパーツ様カザーナパーツ、生主さんの名前だろうか。今ここ出ないね。あ、今ここ聞いてますか今。カーツ大佐から紹介されました。カーツ大佐誰だ。あれ、スタンドがある。あ、そう、スタンドあります。あのスタンドを外してこようと思ってたけど忘れてて、つけたまま駅に来ちゃったんで結局持ってきました。まあでもやっぱ便利ですね。自転車は GREAT JOURNEY カット、毛羽間違いない、随分立派な足に成長しましたね。よく考えたら今日この昼飯配信はスタンドがないとちょっとカメラ置く場所なかったですね。やっぱ便利っちゃ便利だ。重さもそんなに増えるわけじゃないんで、まあやっぱり泊まるときは持ってってもいいかな。急に音声が、音声がマイクの位置がちょっとあんまり良くない位置にあるんで。うわあ泥が。この枠終わったらもう昼寝に入るんで、多分夜まで配信はないと思います。あ、でも、向こうの峠越えた向こう側で電波が入ったらやるかもしれない。ぶつ切れか。本当だ、あんまり良くない。関東釣り開けたのか。昼寝か。昼寝します。昼寝のつもりがマジ寝になると聞いてマジね。繋がらなくなった。またPTPT始まったからピンポイント電波か。ダメだなぁ。梅雨明けしたんですね。あれ、前の自転車どうしたんですか。よっと。和骨から。前の前の自転車は1年前に前のマウンテンバイクが壊れてフレームが折れて、で1年間クロスバイクに乗ってたんですけど、1年乗った後やっぱり前差し付きのマウンテンバイクがいいなと思ってこれまた買いました。これでも行ってないかな。音声行ってないですかね。ボタファイポジション頭上に。ファイポジション、なんかあんまりですね。それでちょっと色々としまい込み中です。音声だけかな言ってて。あ、フォシルズ、折りたたみ食器ですね。
クロス、うん、やっぱ前札がないと違和感が、10年間前札付き乗ってたんで違和感があって、止めた、発言は静止画で音もぶっちくちです。今電波悪いみたいですね。また電波がなのか固有の状態なのか。とりあえずおやすみなさいだけ言っておく。うん、おやすみ、ありがとうございます。この後少し寝ます。音声だけ飛び飛びできてますね。音声やっぱそんな感じですよね。食材と今日はブルーシートしまい込むぐらいかな。で、枕となる輪行袋を出しといて、よし。買おうと思います。感化されて MTB、 いやでも人に合うかどうかはそれぞれだと思いますよ。あと1分ですね。じゃあ車種は人それぞれ、かっこ無難。これすらもいかないな。うん、そうなんですよね。というわけで、じゃあ、昼寝して、まあ、当面放送はないです。夜か、午後遅めの時間にやるかもしれませんけど、一旦これで終わりです。じゃあ、ありがとうございました。またいずれ。では、ありがとうございます。あぶ、うるさいな。おやすみなさい。おやすみなさい。しばらく昼寝します。あと10秒。お疲れ様です。終わりました。放送終了。放送が終了しましたって言うんじゃなかったっけ。あれ、読み上げの、あ、そうか、今 iPhone で読み上げてたからか。じゃあ、私はこれで、GoPro はとりあえずかけとくかな。いつものように。GoPro で映しとくとしたら、この辺りからかな。雨降ったら大変なことになるな。寝てる間に雨が降ってきたら、一旦そこのトイレみたいなところに逃げ込めばいいか。気がついた時にはかなり機材が濡れてしまっている可能性が高い。ここを外に置いといて、
しみなさい。
Thank you.
疲れないな。残り3分くらいです。だけの前線を振り返ってみるかな、今日は。今これ、GoPro は、パソコンの方で音声別に録音してるんですけど、GoPro機器はこのケーブル使って、本体にマイク繋ごうかな。コンボケーブルはこんな太いんで、いつも敬遠してるんですけどね。やっぱりこのケーブルが太すぎて角度がずれる。
あ、これ繋がったかな。お、糸トンボ、糸トンボ。よいしょ。あ、細い糸トンボかな、これは。マニュアルフォーカスじゃないともう全然ピントがわからない。あ、いなくなった。あ、開いた。よし、ここだ。飲むかな。なかなか接触は難しい。近い。綺麗。横から取らせてくれ。お、いい感じ。ああ、逃げた。もうやめとくか。動画的にもなんかこのシーン見てる人あまりないと思うけど。やっぱ本当はこれに、あ、カマキリだ。これに充電だけできてるといいんだけどな。ちょうどいいケーブル持ってきてたっけ。短い。ないかな。
回ぐらいいけるかな。で、ウエストバッグの負担を減らすために、あ、パソコンを止めるの忘れてた。録音ファイルをこっちで停止して、で、よし、でこっちを終了。で、GoPro に充電も録音もできるようになってるはず。よし。これ、フットバック含めてだいぶ身軽になった。自転車の方は重くなったけど。ダメだな、そりゃ。あ、シート忘れてた。シートとリンコ袋忘れてた。もうそんなにこれ水は冷たくなくて汗かかなくなってるから、なんか入れとくか。お、雲が、雲同士が。今のオスとメスじゃないかな、違うかな。雲が2匹絡んで1匹が死んでいるように見えたんで。
っとあれ、もうオリーブと間違えたか、こっちか。ちょっと準備できました。あとはあそこトイレがあったら借りていこうかな。多分峠ぐらいまで大丈夫だとは思うけど、まだ 1000m 標高差だからまた3時間かかるんだろうな。ってことは着くのは16時か。峠からの景色ももう日が傾いてるな。出ませんでした。このコードの硬さのせいで角度が歪むな。念のために GoPro の角度を歪ませないための下駄博士をやってから行きます。どこ行った、どこ行った、
こういう100均のまあ 板切れとかを使って GoPro の背中にかますことで、でこれ写真とか挟んだ方がいいかな、 GoPro3 の背中にこれ挟むといいよと、写真で言うとこんな風になって歪まなくなります、角度が。もうそろそろ紙パックの麦茶入れ替えないと。